後ろ、ちょっと恐ろしいんだけど、ちょっとあのやめてよ、なんなのも変態。皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もアンティルドーンやっていきたいと思います。これは一体なんだ。よいしょ、奇跡の救出と奇跡の男たち、12人の作業員無事に救出と。奇跡の男たちか、このうちの一人か犯人は。他に手がかりないな。これだけみたいだな。ここも何か塞がれてるな。じゃああとは下だな。こっちだな。行くか。さあこの先にどんなアトラクションが待っているんでしょうかね。なんでしょうね。何かこの光をこれね出すアトラクションがあるんでしょうかね、こちら。いや絶対さ左の方行きたくないよ。ちょっと右からクリッと回りましょうか。いやそういう感じかねこれ。絶対そっち行くしかないんだよ。もうね一本道なんですやっぱりこれ。一本道かこれな。こっちの方とかなんかない。こっちのなんかピカピカとか光って、なんか出口とかさ、そういうないよね。いやないんだよそういうの。ピカピカとか光ったりしないんだよ。やっぱりこれ行くしかないんです。一本道なんですかやっぱりこれ。そうね。この先にあいついたよ。やべえなーこれ。光ってるぞ。なんだあれ。これなんだ。やっぱりな開かない。これは一体何だろう。OK。 いやここ開けちゃうの。いやもうちょっと慎重にね進んでた方がいいと思う。やばいって。逃げて、走って逃げて、走って。やばいやばい、おバカおバカ。戻ってきた。監視カメラ。え、見られてんだけど。ロックしてる。逃げられないように。へえ。くそ。鍵が。何なんだよ。マジで状況がどんどんヤバくなってないかこれ。鍵かかってるもんね。これダメだもんね。確かにやばいよ。この二人は初めてだな、操作するの。ジョッシュが死んだなんて信じられない。俺だって信じられないさ。もしそれが勘違いだとしたら。え？事実かどうか納屋を確認すべきだったんじゃない。どうかな。もし確認してたら一生その光景と付き合うことになるかもしれないし。ええ、そうね。でも自分の目で確かめないとでしょ。俺は二人を信じる。いや確かめない方がいいと思う。ここで何が起きるんだろうか。他になんかないかな、周り特に何もないかな。ここでイチャイチャしてたのか、もうなんか懐かしく思えてきますな。なんか銃とかなかった。あれ麓だったっけ銃は。ん、トーテムだ。何のトーテムかなこちら。え、やだそんな。落ちて死ぬとかちょっとどうかしてるな。どうかしてる。いやーこれ私は落ちて死ねませんよ。ケーブルカー動かないのかな。なんか光ってるなあそこ。何やろうかね。ん、赤いペンキ、まだ新しい。なんで、何にペンキ塗ったんだこれ。怪しいの。じゃあ戻るか。特にもうなかったもん。何ぐるっと一周したところで、さあこの中だな。あら、あ、いたいた。見ろ、
だ。こいつら使える。なんか怪しいな。怪しい、怪しい。手がかり、斧か。今度は何？鍵がかかってるよ。ドアを壊してくれる？おい待て、ドアなんか壊したら音で気づかれる。じゃあ他にいい案でもあるわけ？そうだな。あそこは？ほら。何？窓だ。すごいじゃない、リップクリームがやっとすり抜けられる狭さ。いいから。あなたがすり抜けるのは無理。エミリーを手伝うか。エミリーを手伝うと。俺は無理だ。でも君なら。正気？あの小さな穴にねじこもってわけ？超細いジーンズをよく履いてるだろ。は？どういうこと？才能だよ。分かった、やってみる。この隙間に入るってことか、うん。これぐらいだったら入るぞ。行くよ。なんなの。頑張れエミリー、頑張れ。よし、入れたね、うん。最悪、真っ暗だし嫌な感じ。そばにいるから。何も見えないの。ガラクタだらけで物にぶつかってばっかり。いいから、鍵みたいなものはあるか。台って書いてあるぞ。マット、雲みたいなのがいるんだけど。気をつけろよ。台って書いてある。真っ暗なのにどうやって気をつけろって言うのよバカ。おい、俺はただ助けになりたいだけだ。もう少し、多分もう少し。いや、よく開けてくれたよ。ねえ、一体どういうこと？何が？真っ暗闇の中、蜘蛛の巣と格闘してる私を置いてぶらついてたってわけ？エミリー、俺はめっちゃ怒ってんな。ねえ、もうやめて。きっとあなたが悪いものから私を守ってくれるかもっていうわずかな望みもこれで完全に崩れ去っちゃったから、ほんとすっごくがっかりしたわ。エミリー、待ってくれ。ほんと悪かったよ。何を考えてたんだか。どうせ何も考えてなかったんでしょ？もう、なんだよ。何があったの？マジかよこれ。数時間前までここにいたのに、ついさっきやられたのかも。一体何が起きてるって言うんだよ。殺人鬼の仕業よ、あいつが。クリスとアシュリーを捕まえて、上司を。俺たちがここを通るのを知ってるはずだ。ねえ、やめてよ。見ろ、ケーブルカーが移動されてる。あれってそれほど遠くないよね。マットなら飛び乗れる？いくら俺でもあれは無理だ。嬉しいけどね。でもあなたが飛び乗れないんならどうすればいいわけ？わからないよ。飛び乗るか。ここのもの全部壊されてる。これも全部計画のうちみたいだな。壊されてるもんな。奥だな。台って書いてあるもんな。あの赤いペンキはここに落書きするためだったのか。誰かが思いっきり暴れ回ったみたいだな。ただでさえボロかったのにこんなに荒らされるなんて、見てよ。これじゃいけないな。見ろよ、通信塔だ。通信塔？ねえ勇者さん、ケーブルカーを動かしてここから脱出するってのはどう？通信塔まで行くってことかな、これ。上の方だったな、通信塔は。このケーブルカーの絶対何かできることがあるはずよ。例えば？ガラクタだらけだけど使えるものがあるはずでしょ。有効的だ。あ、もう最悪。そうだな、使えるものか。他に何か、一見何もなさそうなんだけどな、使えるもの。あ、下に何か落ちてるの。こっちか。これ動く？動かないよね。壊れてる気がするもんな。
最高。鍵か。鍵もないしケーブルカーもない。これは振り出しだな。そういえばあの通信塔は地図で見つけたやつ。ああ、試してみるか。無線とか電話とか何かあるはず。ないとおかしいよね。多分ね。マット、無線のところまで行きましょう。そうだな、無線が必要だ。そうか、無線を使えば助けを呼べる。誰かが信号をキャッチするかも。ああ、やっとルールに従うことを学んだんだ。は？ルールって？ルールその1、エミリーはいつも正しい。ルールその2、エミリーが正しいんだから他はどうでもいい。あ、そう。なんてわがままな女だろう。とりあえず通信塔に向かうことになっちゃったな。まあ反対したところでもなんか、ね、待って、仲間割れしそうだしな。ん？何してんだエミリー。はしご？どうしたの美人さん。逃げ道を探してるのよ、脳筋くん。はしご使ってどうするんだ。あ、そっから行くってこと？危ないんじゃないか、それ。ねえ、いいもの見つけた。私についてきて。そうだな、行くしかないもんね。完璧。ねえ、降りてきて。ここから出られるわよ。怖いな、大丈夫かな。心配だよ。危ねえ。大丈夫か。ありがとう。ねえ、あ、先行ってくれる？私を守るために。怖いなそれ、ちょっと危ねえわ、急に出てきたもんな。そうよ、落ち着いて。よし、あ、大変。いいぞ、あと少しだ。なんだかめまいがする。下を見るな。うん、OK、 大丈夫か。怖いな。ああ、よかった。もう二度とやりたくない。同感だね。で、この先から通信塔に行くってことかな、もしかして。いやー、こういう経路ですか。あ、なんかないでしょうか。あ、落ちてる。もしや、トーテムだね、これ。いやー、こんなとこ落ちてるんですね、トーテムがね。ほいっと、これ。発煙筒か。発煙筒でこれ誰か気づくレベルか。でもどこかにあるかもしれないってことだな。その声怪しいけどな、さっきのじゃないか。使えなかったらどうするの。何が。無線よ。使えるって。でもダメだったら何か考えないと。なら、あ、降りるとかどう。降りるって何を。山をだよ。本気で言ってるの。なんでだよ、空に浮かんでるわけじゃないし。そういう問題じゃない、真っ暗なんだよ。まあ降りたくはないけどさ。殺人鬼がそう簡単に諦めると思ってるの。いや、でもどこか探してしばらく待つってのはどうかな。あ、朝になれば少しは考えやすくなる。少なくともロッジはダメね。あそこは奴の思う壺よ。いや、ロッジは危険だと思うな。あいつなんか罠みたいなの仕掛けてたもんな。大丈夫かこの橋。怖いぞ。抜けたりしない？大丈夫？怖いな、こんな。頼れないぞ。よく平気で行くな、こんなところ。危ないよ。大丈夫か？この斧本当に役に立つのかな？持っとるけどずっと。大丈夫か？行けるか？このまま。そっちが道みたいだけど、こっちは？こっちの方はなんかない？ちょっとこっちの方行ってみようよ。ん？小屋があるぞ。ここは？去年、あの二人が走ってきたところじゃないか。やっぱりそうだ、携帯が。
フェスの携帯。こんなとこにあったの。ねえ、これベスの携帯。でもここは警察が捜索したはずだろ。でも見落としたみたいだね。それ以外は特に奥にもまだ進めるみたいだけど、いや、いけないか。ベスの携帯か。ってことはこの先行き止まりじゃないか。確かベスたちもこっちに逃げてったから、行き止まりのはずだぞ。この道は何か落ちてるの。またトーテムかな。ピカッと光ってるね今。これだ。よいしょ。さあ次のトーテムは。高音のトーテムか。この先やっぱ行けないようになってるんじゃないか。なんか牛の声がするな。いやー、この崖さ、この崖は厳しいな。足元に気をつけて。分かってるわよ。今夜の予定に雪だらけの崖から落ちて死ぬってイベントは全然入ってないし。これね、どうしようかな。行けないよね、こっち。そのまま行くと落ちるよ。どうしよう。待って、今の何？何のこれ。なんか来てる。え、何なのもう。鹿？なんで？牛みたいな声と思ったら鹿だったんだ。これなんでこんな来てんだよ。まだ知らないんだ。あ、後ろ。ちょっと恐ろしいんだけど、ちょっとやめてよ。なんなのも変態。ちょっとこれ変態やん。誰？はあ、まだ何も知らないんだ。誰なの？ねえ、何してんの？ね、何してんの？変態ごっこ。何してんのってね、私もよくアークで言いますね。何してんの？今何時？とかってよく聞きますね、私も。怖いな。この方がね、タオル一丁でこれ走り回る方ですか。サム・ロッチと。いやー。ということでね、結構長くなってきたんでね、一旦ね、ここら辺でね、終わりたいと思います。はい。それでは、また次回、ゆずきしろでした。